片手で走っているのがだんだん辛くなってきそうな。なんとなくエンジンかかってきたっぽいんだけど、あの風させてますな、とは言いながら時速 6.2 キロですけど、ゆっくり、じっくり、うわ危ない。あーでも気持ちいいや。次は誰だ。ずっと20分くらいか。こうおはようございます。浮田秀家です。俺休暇だった、ね、ウォームアップなしだからね今回。お、いい坂こうねえかな。スプリングで走ってるからフロント休んでるんですけど、結構おー容赦なくあるね。あー、強い音そう。ガチャガチャガチャ。うわ、これやられて難しいな。安定するまで結構大変だ。制覇とかなんとかじゃないですか今日は。もう悪いんだろうな。逃げらな。なんかおかしいな。手にはあんまりお金。まあ気持ちわかる。はい。公務員の。あいや、私もそう思います。行ってくださいって言えなかった。あー気持ちいい。あの家あんのかな。ある、まあ多分ね。まあ、はっきり言ってきますけど。ああ、これ水平だもん。これだんだん、ああ、空はこうだよ。ダッシュくらいの、あの、感じはするね。この、10倍は確実にある。マジマジ。マジすごい。あそこ、あれ面白いよ、絶対。さらにシャドウ上がんじゃって、きっとね、ここで登りたいけど、やっぱりね、正々堂々、これしかないじゃん、あなたの場合は。